どうも、達也です。どうですか皆さん、ちょっとずつね、元気になってきているかなと思います。さて、今回話す内容っていうのは、辛い時、辛い時にね、できることを話していきます、えー。辛い時ね、結構皆さんあると思うんです。で、僕も結構やっぱり日常生活を生きていて、どうしても、ああ、なんだか辛いなって思うことはあります。それを何度も考えてしまうこともあります。そんな時に、自分が辛いと感じた時に、あ、今、自分辛いと感じたんだな、 っていうことに、あの、それを繰り返し繰り返し、えっ、ー、と、日常生活の中に取り入れていってみてください。これはどうしてかというと、僕たちっていうのは自分が辛いと感じた時をすぐに忘れてしまったりして、何に対して、どういったことに対して今自分が辛いと感じているのかっていうことをわ、えー、からなくなってしまうんですね。で、その、 自分が何に対して辛いのかっていうことが分からなければ、なんだかわからない不安、えー、をずっとずっと受けてしまったりします。えー、不安に飲み込まれづらく、えー、飲み込まれやすくなったりするんです。だから僕たちは何か不安に感じたりとか、辛いと思ったら、ああ、今、その時にね、ああ、辛いと思った。ああ、辛いと今感じたんだな。何に対して辛いと感じたのかなっていうことを明確にしておく。 結構ね、このストレスとか、この不安とか、その恐怖心から少しずつ、えー、対処できたりだとか、自分の中に、何でしょうね、不安に飲み込まれづらくなるような、えー、そういった感覚をつかめると思います。こういうのはね、あの、こういう認知行動療法って言われるものでも紹介されてたりするんですけれども、自分たちの考え方って、やっぱり何度も考えてしまうと、どん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 それがすり込みみたいになっていってしまうんですね。例えば、 不安だなって思った。一日に一回ね、えー、思ったとしましょう。何かを感じた時に不安だなと。で、それを、あの、明確にせずに、どういったものが不安なのかっていうことを明確にせずに、ずっと、ああ、なんだか不安だな。なんだか不安だなっていうふうに、一日通して考えたとしましょう。そしたら、いつの間にか僕たちっていうのは、なんだか不安にどんどんなっていってしまうんです。それを考えれば考えるほど。それを避けるためにも、それを明確化していってみてください。不安だなと感じたら、 あ、不安だなと今感じたんだなとか、あ、辛いと感じたんだな。何に対して辛く感じたのか。そしたらそれを紙の上に書き出してみてください。そうやって自分が何に対して恐怖心を抱いているのか、辛いと思っているのか、辛いと感じているのか、半、えー、数不安のね、何度も考えてしまう、半数思考っていうのもそうなんですけど、何に対してそれを何度も考えてしまっているのかっていうことを、何度も何度もあの、明確にしてみてください。 そしたら、自分が何に対して、えー、不安を得して感じているのか、何に対して、えー、辛いと感じているのか、そういうものが明確に、えー、その詳細が見えてきます。そしたら、それらを少しずつ解決していくこともできるんです。で、これを詳細にするとね、あの、いい利点っていうのがもう一つあってですね、それをどん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 書き出していくと、自分ってこういうことに不安になるんだなっていうのが分かってきます。 そしたら、なんだか不安だなっていう言葉を使う回数が少しずつ減ってくると思います。そしたら、一日通して不安だなと考える回数が少しずつ減っていくと思います。そういうふうに、自分の不安だなとか辛いなって思う感覚、何に対して辛いのかっていうことをちゃんと紙の上に書いて、自分の中で整理してあげてください。これは、あの、自分を守るための技術でもあります。例えば、皆さん、 見えない敵と戦う時って、どうやって戦いますかなんだかわからないモヤモヤが頭の中にずっとあって、それが何度も何度も自分をあの包み込むような、そういった恐怖心に襲われてしまうっていうことね、あると思います。でもそれは、なんでしょうね、その煙みたいなように、霧みたいなように、なんかわからないけど自分の周り、身の周りをこうまとっていて、それに対して何かしようとするんだけども、何もできないっていうことね、そういった状態から少しでも脱却するために、 自分の辛いと感じること、自分の,あの悲しいと感じることもそう、自分が不安と感じること、自分が恐怖を感じること、ちゃんとそれを明確にして、目に見えない敵、何かわからない正体不明の敵と戦うのではなく、ちゃんとした、えー、その自分が恐怖として感じるもの、自分が辛いと思って感じるものと向き合ってください。 そしたらちょっとずつ具体的な解決法も見つかると思うし一日通して辛いななんだか辛いななんだか辛いなっていう可能あの頭の中で繰り返す回数が減ってちょっとずつ良、えー、くなってちょっとずつ元気になっていくと思いますはじめはうんとなかなかねあのそこに気づくのが難しいと思いますだから辛いなと感じた時あ今自分辛いと思ったんだとこの時ね ポイントはもう一つあって、今自分は辛いと考えているんだとか、感じたんだっていうことを言葉にしてあげてください。そしたらその時にパパッとメモしてあげてくださいね。はい、そんな感じでまたあの自分が辛いと感じた時に、またこのビデオを見直してあの学んでみてください。ではまたお会いしましょう。またね、ちょっとずつ良くなると思います。最後に深呼吸、鼻から息を吸って、口から息をゆっくり長く吐きます。ではまた、この場所で。 大丈夫ちょっとずつよくなります。